ばんは山田と申します。山田決算会後半戦ですね、 YouTube 編ですね、見ていきましょうということでございますね。喋りすぎた、何分喋ってた、1時間半、時間やんないんでね、まあね、まず時間出ないとね、ちょっとやっぱね、ちょっと騒音問題とかがあるんでね、あまり夜中になると大きい声出せないんでね、今うちでないとこういった収録できないんで、あとは夜中のうちにね、黙々と編集するだけなんでね、夜勤中なんでね、で、ニコニコの方を見てきて、まあ、えらい達成しまくりましたけどね、ちょっと2000年代のね、その設立当時の思い出話から、なんか、なんでそんなところに行ったんだってぐらいね、ぶっ飛びましたね。紙のリサイクルのあり方ね、についての話とかね、結構真面目な話とかもしたんでね、前半しゃべるしかあったら、まあ、雑談動画と思ってね、お楽しみいただければと思います。決算会っていう企画動画だったはずなのに、ただの雑談になってんじゃねえかって思うところなんですけど、後半戦はね、YouTube の方はね、気合い入れてね、やってみますよ、YouTube の方は当然まだ収益化できておりません。今の段階で登録者数が324人ということですね。で、再生数は実は5200、まあね、あまり今どこだか上がってないですけど、っていう感じでございます。5200。まあ、前ではね、1万円と超えるぐらいのアプデージを持ってたんですけど、ちょっとここのところやっぱし落ちてますね。ちょっとやっぱしね、それだけ厳しいかなってところですけど、でも言うて YouTube、ニコニコが、直近30日が1574再生なんで、3.5倍ぐらいかは、まあ、やっぱり YouTube の方は持ってるんですね。まあ、これやっぱ計測してあげてるってのが大きいですよ。一番だってマックスが49再生しか入ってなくて、こんな感じです。アナリティクスで見てみると、どんな点が伸びてるのかっていうのをね、ちょっと見てみましょうか。まあ、4増えてっていうところで、そこら辺でポンとね、伸びてるのがあったのが大きいですよね。小数がたまに800再生とかピュンって言ってますよね。これもそうですね。再生数が伸びると、ふぬしか、へこむ不思議な動画っていうね、AI に自動編集出した動画がね、なんと900再生。こっちが撮影した動画10再生で AI が勝手に編集したのポンってあげたら900再生だ。なんでだよ、ヤングだよ、ヤングだよ。そんなもんですね、不思議ですね。800に再生ね。だから謎っすよ、本当に。ショーツってなんか急にガックンでいくとき行くんですよ。でもピタッと止まるんですよ、こっからもピタッと止まってしょ。わかんねえんだよ、ショーツって本当に。でも見てると夜中なんですよね。22時から、ちょっと23時から12時前後なんですよね。やっぱ夜寝る前ぐらいのところに、急になんかガックンってくるときがあるっていう傾向があります。これはもう動画内容自体はね、もうしょぼいって、もう言えないぐらいのレベルなんで、これなんかもう総称。急になんかガックンっていくでしょ？ガックンって言ったかと思ったらピッターンって止まるんですよ。意味が分かれてるな。まあ、ちょっとね、動画の傾向としては不思議な気が、ショーツはこの傾向があります。唯一こいつだけだな。この動画は、まあ、ガックンはあったんですよ。600くらいまでのガックンはあったんですけど、さっきまでの動画でもあるんですよ。でもやっぱ満足やって、やっぱキーワードに入ってくるのか、だから検索で入ってくるんですよね。やっぱまで、幸いこの時大盛り食ったんで、で、最近、特に東海オンエアさんの動画で、とか、翔さんね、竹内翔さんのやつとかでも、中盛り食ってえぐいって話をしてて、大盛りはもう、もう、とてもじゃないけど、とんでもないもんやってて、実際すごいですよ。ここの大盛りがえぐいですよ。並盛りでもうお腹いっぱいって言ってるじゃないですか。で、中盛りが 1.5 倍になって、大盛り倍なんで、普通に並盛り2杯分の覚悟は言いますんでね、相当言うんですけどね、まあ、幸いちょっと増えるんですよね。とはいえ、この時は本当、ね、やったなって感じですね。だから、やっぱ満腹屋は、やっぱそういった感じのやつだとあれなんて伸びるんですよね。ただ、やっぱり、ね、登録者には繋がってないんでね。面白いとは思うけど、悲しいかな。っていうところありますね。まあでも、一律もそこまで、これ、通常の一律利用できませんってなってますけど、まあ、そこまで、好きな数字ではないっていう感じになってますね。で、
ですから、コンテンツ的に言うと、まあ、最近はねもう伸びてるところっていうと、そこになんかもうあんま伸びてないですけど、まあ、でもこっちで言うともうそうですよね、急にポーンと1万2000円行きましたもんね、アナリティクスで言うと。どこだったっけ、なんかある日突然上げて、いつだっけ、これ15日投稿で、15日投稿で最初全然入ってなかった、あでも400とか入ったのか、でなんかある日突然急に半月後ぐらいにボーンとブーストかかってきましてますくてね、でこっからはもうずっとで、もうなんかでも結局そっか100再生200再生増えてるとかって、総数も増えてるの増えてるのか、最近もリアルタイムに2本入ってますもんね。これなんかがだからショーツにしてないと同じ30秒動画でもこういう感じでギューって伸びなんですよね。もうここはなんか海外で一時期海外からのアクセスが一生に増えたんですよね。ポーンと増えたんですけど、その後ちょっと、ほとぼり冷めたかなって感じですよね。でやっぱこの動画が一番お客さん連れて来てくれてるんですよね。57人ってことでね、ありがたいです。だから日本人よりも、だからちょっと海外の人が日本の不思議な風景とかを見るっていうので、インテレスティングが湧くのかなっていうところでね。まあ実際だから英語表記対応とかもうちょっと進めれるといいのかもしれない。うちのチャンネルの場合は案外そっちの方のがいいのかもしれないんですけどね。チャンネルの解説とか一応英語でも入れてね、その日本語ですけど、そのいろんなところのやつの風景とか、そんなもやってますよってね。出てるんでね、案外そっちに近いた方のがいいかもしれないし、ね、ところなんですけど、まあ、英語できるやつはいるんですけど、なかなかね、そっちまで手が回ってないっていうのがね、そう、その暇になるやつが英語できればいいんですけど、英語できないんでね、うちまた一応英検準備を持ってるんで、まあ、で全くできないっていうわけじゃないんですけどね、まあ、海外の人と話をしたら、ヘタピーだよねとは言われて、ヘタピーだよね、とは言われて、ギリ通じるかなっていうレベルなんでね、いいんだよ、通じりゃいいんだよって言ってね、ノープロブレムって言ってね、やってましたけどね、だから海外に行って話すと、もう全然ヘタピーってなっちゃうし、通じないかなっていうところなんですけど、向こうのポジターで、日本に遊びに来た外人さんを案内するとかだったら大丈夫って言ってくる。っていう感じですね。期待しないでっていう感じ。ただ、まあ一応道案内とか聞かれたら、全部ね、今のところ、成功してますしね、案内は。ちゃんと一応目的地には届けられてるんで、大丈夫かなっていうところです。っていうところがあったりしますね。まあまあこんな感じだから、そんな感じショーツ買ったらやっぱしで、これをやっぱだから夜に投げたいっていうのは、だから23時更新にしますよって言ってるの、11月からね、ショーツをこれぐらいの時間に入れるとやっぱ伸びやすいっていう効果があるんで、で初速がすっげえ重要視されるんで、じゃあこの初速が伸びるであろうを、ここの11時台のところに持ってくるっていう作戦を練ってますよというわけでございます。ショーツなら、うちのショーツなら簡単に作れますしね、そこまで手込んでないんで、っていう感じですね。まあ、狭さいで沿ってね、その収益化っていうのは、じゃあ、難しそうなんで、どっちかっていうと、そのショーツの使い方としては、ただショーツ動画の方の相性はいいのはいいんですよね、うちの動画って。ブラブラーとやるんで、やっぱショーツだとキュッとまとまるんでね、その分中身出るんでね、見ちゃいいんですけど、個人的にはやっぱその、やっぱ、ね、結構ね、この、1時間、2時間ものっていうと、2時間、3時間ものっていうと、かなり小説感が出るんですよね。長文小説感が出てきて、1分のショーツって本当に詩とか、俳句とか、そんな感じの、傾向があるんですよ。だから、そういうことを、そのショーツでも10秒とかでまとめたやつとか、30秒以内の動画の方とか、うちは相性がいいっていうのは、多分、そこら辺はあると思うんですよ。もともと、その C とかそっちの方が得意っていうのは、相性的にもこっちの方にあると思うんですよね。で、いうのもあるんで、そっちはそっちでちょっと作りたいなと。そのなんで、ちょっと今回、その週10本投稿でね、ちょっとあれか、入れる枠を作ってみてっていうのもやってみますけどね。
っていう感じで、この動画どこに差し込むんだろうな。結局これを YouTube 枠に差し込んでそうだけどな。まあいいか、それのまとめ動画みたいな、一応ね、今度のネタとして開けてるんだよね。ひろゆき風に喋った動画で、ひろゆき風の、結局切り抜き動画ってめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、今も昔も。で、あんな感じの切り抜き動画だけを作っても、どうせ元ネタまで見に行く人ってそんないないでしょ。1パット未満なんだろうから、どうせならこっちも切り抜きだけを作って、あたかも切り抜きやってる生主さんみたいな感じ。なんでこの格好で来たんですよ。この角度はそうっぽいでしょ。ちょっとひどいきさん角度っぽいでしょ。ね、こんな感じで喋ったら、まあですね、こういう角度で喋ったらね、ちょっとね、ひどいきさんっぽくなってね。で、戦略上はそういうふうにすると、やっぱショーツっていうのは伸びやすいんですよね。で、そこからのお客さんが、まあ、どれくらい登録者につながるかっていうところは、すごくちょっと気持ちはあるんですけど、まあね、うちのチャンネルっていうのは、もともと求められてるパイが少ないですから、その100万のね、登録者数がいるところが、さらに増やそうというときの、コンテンツの魅力としては弱いかもしれませんけど、もともとが300とか100とかっていうね、もう、オワコンなところなんで、って感じでやったら、ちょっとひろゆきさんっぽい感じのね、あれになるのかなと。全然ちょっとマネの勉強してるのが、まあうちあんまりモノマネしたりする方じゃないですけど、昔からどっちかっていうとモノマネされる方っていうかね、なんか知識あったみたいです。海星高校の昔ですからね、今の子たちじゃないですけどね、あの近くで働いてる時になんか知識あったとかっていう噂を聞きましたけどね、近くのカラオケ屋さんの変な店員さんみたいなものが流行っとったとかっていう噂を聞いたことありますけどね。でもそんなことは置いといて、どっちだっけ、海星だったっけ、横地工業だったっけ、もうあれなんだけど、これ置いといて、で、なんだったっけ、